ごくありふれた子供部屋ですが、ここはクリストファー・ロビンという幼い男の子の部屋なんですよ。クリストファー・ロビンも皆さんと同じように動物のぬいぐるみで遊ぶのが大好き。楽しい空想の世界でみんな仲良く暮らしていました。中でも一番の友達はこのクマのプーさん。短くプーとも呼ばれています。ではプーの不思議な冒険についてお話ししましょう。物語の舞台はここ100エーカーの森です。森の奥深くクリストファー・ロビンが動物たちと遊ぶ子供の夢。仲良しの場の利用感が小さなるラビット、ピグレット、オウル、中でもクマのプー、クマのプー、クマのプー、まるまるとしたちっちゃいクマ、クマのプー、クマのプー、かわいいクマよ、クマのプー、クマのプー、丸々としたちっちゃいクマ、クマのプー、クマのプー、かわいいクマよ。